火狙っとるやん。右に跳ねた。この辺行きました。小暮さん、はい、ティー低めですよね、ドライバー。僕低めです。昔から。結構気持ちよく低めに置くんです。なんか脇締めたい。でも高いともすぐちゃんと高くしますし、やっぱ割りたい。フェアウェイ割りたい。私めっちゃ高くないといけない。全然いいですよ。低いと低いボール出るイメージで、あそうそう、僕低いボールのイメージなんです。あ、8.5 にして低いボールを出す。やばくないそれ。 10.5 でティーアップ超高くしてんの。もともと私13度だったし。あ、はいはいはい。じゃあレベルアップしてるじゃないですか。そうなんです。今 10.5 に下がって、はい、ティーはでも高いまま、うん、いいと思いますよ。結構ありますね。あれちょっと待って、ちょっとこれ左右しますね。今後左右キャリーさせて、ブーンって上がって止まるくらい。ブーン、イメージだけ強烈に。ブーン、ブーン、ブーン。あ、ちょっと違う、手返っちゃった。右にキックしてる。惜しい惜しい、ちょっと左出ただけ。思いのほかめっちゃ飛びました。ちょっと左行きましたけど、まあちょっと止まらんと。行った。でも精一杯です。いいやん。突っ込めないですね、これは。どんな寄せ方をしてくるのでしょうか。結構な傾斜ですからね。おー、失敗ですか。失敗です。ですけど、バンスが滑ってくれました。うん、なんかそんなこっちからはいい感じに見えました。もうアングルがちょっとこっち傾斜してるから、だって一緒じゃないですか、こっちからのアプローチ。気持ち悪いですよね。気持ち悪いです、ね、切れてるけどな。あー、切れてる。おー、惜しい。切れてった。なんでなんで。お願いします。エージシュートをジャムさん、ボギーって逃したんですよ、ジャパンプロの時。いくつでいくつのエージシュートですか。パープレーっていうか、この時70、アンダーで待ってたんで、はい、ここボギーして。あと2ホールしかないですよね。はい。いい感じですけど、ちょっと左だけどバンカーなっとっとっと、どうなったかな。あ、いいとこですよ。あれ、サムサさんボール。うわー、出たー俺の。あ、バンカー。これ小暮さん。小暮さんはおそらくこれ。おそらくこれ宮下ボール。サムサさんボール。刺された。今日はオレンジ色。ジュンロペにリンゴを合わせました。これはジュンロペです。なんとこの靴4足違う色買いました。フットジョイいいよね。フットジョイ、もうこの形がもう離せられない。厳しいですよ。これは厳しいです。おー、フェアウェイバンカーからグリーンを捉えられなかったけれども、やっぱちょっと出してます。左手前のどこですね、寄せ腕ですね。ちょっと手前ですよね。いくつやりたいぐらいの。本当に綺麗だよ。ナイスパー。男性の方パー、女性の方ボギーで、かき氷券が出るので、最終ホールに出るんですね。疲れた体を癒してくれる。頑張って取ってってください。皆さんパーで、okay.
お願いします、はい、最終ホールです。ここまで46打です。バンカーに向かって、あれ、いや、OK っすよ、避けて OK、 全然 OK、 よし、これにバーディーを。そうなんですよ、バーディー3つって言っといて2つだから。あれ、同じとこ行った。あれ、いや、狙ってるんですよ、右の林。大丈夫、右の林 OK ですか。右の林 OK です。結構ピン奥にあるな。なんだあれ、あれ、フレット、戻る。いや、ナイスですよ。この辺でもパー5なんで、バーディーのチャンスはありますよね。バーディートライも最低しないと。はい、はい、いいですね。なんかこうギリギリまで来るっていうのは、もっとさ、もっといいゴルフしたかった。何番に、小暮さんの方向いてないよ、言っとくけど。今木向いてるよ、木。ここだ。うんうん、行きます。あ、出過ぎた、出過ぎた、そっち。終わった。いや、終わってはないけど、右でよかった。でもすごく右向いてたから、今のは引っかかったんじゃないかな、クラブが。おお、超うまく打ったじゃん。超えた。ナイスショー。出た。最後の最後で試練が来ました。インテンショナルスライス。おー、すごいの出しましたよ。ナイスじゃないですか、今のは。もうナイスです。ほら、この際にあって残り100ヤードです。これを入れればちょうど100。あれ、どこ。おお、乗りましたよ。なんだあれ。乗った。変な打ち方したよね、今。ナイスよ。これ砂難しいですもん。フェアウェイでもちょっと沈むし、うん、足沈んできますよね、はい、目玉。うわー、出た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 。厳しかったですね、ちょっと。はい、小暮さんが狙うそうです。惜しい、かすりましたね。やっぱショートしたくないからね、うん、あー、おっかー、強い。 OK、 思った通り打った。お疲れ様です。お疲れ様でした。追いまくっちゃうから。お疲れ様です。田村さん、かき氷チャレンジ。
き氷ならず、うん、小暮さんのかき氷チャレンジ。うわー来た、うわー力つきました。せんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうですか、初めのゴルフは。自分のプレーはできませんでした。いや、でも素晴らしいプレーで、はい、本当にすごいな。さすがだった。目標達成できなかったんで、スリーバーで、はい、ちょっとスリーバー取りたかったですね。小森さん、後半はいくつだったんですか。3球です。おお、簡単に寄せワンとか、やっぱカバーがすごい、うんうん、結構ミスショットもありながらの。結構してます。そうですよね、後半結構あれ木から取ってるとか、はい、後半バタバタしました。さすがですね、両方30代。はい、でさすがっす。兄は52、53、105 5だ、多い。すごいともったいないことやってますよ。後半やっとタイミングがつかめてきて、はい、あ、これじゃんってなってきたんで、はい、ですけど残り2ホールで力を及ばず、はい、僕もだから最後近づきましたね、はい、みんな最後、ね、近づきましたよね。みんな体はパーとか、はい、めっちゃいってるんですけど、はい、でも体はもう全然ついてこない、ね、ちょっとテンション上がりすぎましたね。上がりすぎました、もう私最後も、はい、めっちゃマックスしてもテンション、はい、小暮さんがよくテンションって言ってたのが少しずつ分かってきて、はいはい、こういうことかなみたいな見えてきたんで、うん、最後の方の感じお願いします、はい、やっていきます。はい、聞いてもらってどうでしたか。一応目標達成しました。85。でもこの前半の狭さ、うん、耐えられてるから、うん、だって良かったじゃないですか。そうですね。でも今日いつも刻んでたりとか、うん、いつも狙っていかないところ、あ、行っていいんだっていうのが分かりました。あ、でしょ。だからこの木越えた方が楽とか、はい、楽とか広いところに打っていった方が楽なんですよ。刻み刻みよりも違うんですね。その木の手前に横に置いた方がいいとか、うん、全然違ったと思って、うん、え、大丈夫あ、乗ったよ。いや、ナイスショットしてる。なるほどなるほど。こにマネジメントも成功したらもっと楽になる、はい、楽ですね。でもし左ラフ行ってても、あ、こっちの方が楽だなっていう。そうです、短いクラブですよ。景色が何個かあったんで、うん、はい、これは本当試合にうまく活用して、キャディーさんにあれ超えるのにいくつですかっていう質問を、超えるの方が計算しやすい。どこまでよりも前行っちゃった方が広いから、うん、それが今日一番の収穫でした。手前って言われるもんね。だって僕のだったら最終ホールのスタイミングみたいになっちゃうじゃないですか、うん、だったらあの前、嫌です。あの前だったら違いますもんね。以上、はい、リンゴルフの撮影です、はい、またジャンボ店にもお邪魔したいなと思ってますので、はい、今度はジャンボ流トレーニングをさせてやってください、はい、いい天気の日ね。女性動かないと思うんですけどね。いい天気。どのくらい動くか。じゃあそうですね、はい、人動きでもしたら、はい、いい人、はい、では次回の動画も楽しみにしてください、はい、Q&A にたくさん質問してください。そうですね、はいはい、トリッキーな質問をお待ちしてます。おお、トリッキーな質問、ぜひ皆さんジャンガーチャンネルに質問してみてください、はい、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。YouTube のYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。